神奈川アートホールは、神奈川県横浜市保土ヶ谷区の県立保土ヶ谷公園内にある、神奈川県立の音楽ホールである。指定管理者制度に基づき、公益財団法人神奈川フィルハーモニー、管弦楽団グループが管理、運営を行っている。1992年4月に開館し、最大300人収容のホールのほか、練習用のスタジオ、音楽資料を閲覧、視聴できる。 情報コーナー、見学ギャラリー、レストラン、展示コーナー等がある。比較的新しい施設なのでバリアフリーが充実しており、利用者の評判も良い。ホールの舞台部分は前後3分割の昇降式で、可動式の客席を交代、収納することにより完全にフラットな空間とすることが可能だが、音楽専用ホールとして設計されているため、反響版は固定式で、 舞台照明設備や美術用の釣りバトンは少なく演劇、ダンス公演等には物理的制約がある。開館時には神奈川フィルハーモニー還元楽団の事務局が置かれ現在もホールを楽団練習場として使用しているが年に数回開催されるカジュアルコンサート等により地域の芸術文化への還元がなされている。通常同期は 一般貸し出しが行われており、各種発表会やコンサート等にも幅広く利用される。敬語室のスタジオは、個人、小編成バンドの楽器練習や合唱練習、観客50人程度の小規模なコンサートなどに使用されている。このホールで特筆すべき施設は、見学ギャラリーである。通常、関係者以外は目にすることができない、プロオーケストラの練習風景を、 ガラス越しではあるが無料で自由に見学することができる。神奈川県立神奈川アートホール条例。指定管理者制度を導入している施設アーカイブド2013年7月25日、アットザウェイバックマシン。指定管理者制度を導入している施設アーカイブド2013年7月25日、アットザウェイバックマシン。ありがとうございます。